急速冷凍とろろを作る手順を説明します。まず下処理した 1kg の自然薯を機械ですりおろします。自然薯を攪拌機で攪拌します。攪拌したとろろを商品用の袋へ入れました。商品は 500g 入りと 200g 入りと 350g 入りの製氷皿です。商品を真空パックします。この3商品を急速冷凍庫へ入れ、急速冷凍します。マイナス43度で急速冷凍しました。完成しました。